感染が拡大する地域では営業時間短縮を要請する区域の拡大や終了時間の前倒しを検討するように依頼しました。また、忘年会・新年会の少人数での開催やイベントでの感染症対策の徹底も住民に呼びかけるよう求めました。一方、東京都で今日新型コロナウイルスの感染者が新たに664人確認されました。金曜日としては過去最多です。 重症者は昨日と同じ66人です小池知事は、年末年始は感染拡大を止める特別な時期として、改めて協力を呼びかけました。